今回は、本気ですありがとうございます。あ、これ第二じゃない、これ第二できないあの人が何かを始めてるんですよ。あの人が宮崎駿を見出したし、鈴木さんに何かを伝えるとかね。まあ明らかに高畑勲という人がいなかったらスタジオジブリというものはなかったでしょうね。映画はもうこれでおしまいです。これ以上やってもできない、もういい。本当に皆さんが完成させたい人だから助かるんですよ。そうですよね。高さは分かんない、理解不能だもん上手に映画を作ってるんですよ皆さん。すごいですね、魔法ですよ。一人一人が幸せになることが目的だっていうね、自分が幸せになることが目的だっていう人生の、どうも俺納得できないんですよ。なんで納得できないかと、それどう思う？